こんにちは。こんにちは。このところは何ですか？ここは学校の事務所です。事務所。私は学生支援課の小松です。あ、はじめまして。はじめまして。よろしく。よろしくお願いします。何の場合は、学生はここに来ますか？そうですね、例えば、お腹痛くなったとか、困ったこと、自転車貸してほしいとか。ああ、そっか。止まってるところがなんか、ね、困ったことがあったら来てください。ありがとうございます。はい、いいですか？いいです。はい、こんにちは。はい、じゃあこんにちは。こんにちは。私は漫画を教えている田中久志と申します。こんな絵を描いてます。これは私が描いたというか、今ずっと漫画を連載して、新聞で連載しています。こんな絵です。はい、私が教えている授業は、ストーリー漫画基礎と、それからストーリー漫画研究ですね、の2つです。で、ストーリー漫画基礎は、そうですね、まあ、まだストーリー漫画を全部学ぶのではなくって、オープニング、印象的なオープニングの書き方とか、あとはスクリーントーンの貼り方であるとか、ペンで線を引くとか、そういうベーシックなことも重ねてやっていきます。合わせてやっていって、その将来漫画が、一つの漫画が書き上げられるだけのテクニックをつけるための授業です。それからストーリー漫画研究っていう授業は、もうこれは一つの漫画を全部作り上げます、授業の中で。だから本当はストーリー漫画基礎を1年生で習って、そしてストーリー漫画研究を2年生で実際にやる、ストーリー漫画研究をやるために、ストーリー漫画基礎をやるんですけど、ユーラジアムから来てくれる人はそれを一遍に両方やることもあります。ありがとうございます。いいですか？いいです。お願いします。こんにちは。デジタルコミックという授業を紹介します。この授業はコンピューターの、コミックワークスというソフトを使って、エッセイ漫画を描きます。実際に書いてる内容っていうのはこういった感じの漫画をデジタルで描くんですが、フォトショップではなくて、コミックワークスっていう日本のデジタルコミックのソフトを使います。毎年は、何ページですか？だいたい、タイトルページも含めて全部で8ページ、8ページ。8ページ。です。この授業は何時ぐらいですか？何時？毎週何時間ですか？毎週時間でいくと3時間ですね。3時間ですね。90分の授業が、2コマ、で、合計3時間です。この漫画を終わったら、はい、次は何ですか？この漫画が終わったらこの授業は終了です。終了です。はい、で、この漫画を描く前にイラストレーションを一つ描きます。このソフトを使って、オリジナルのキャラクターのイラストレーションを描いて、で、エッセイ漫画を描いて、これが終わるとこの授業は終了です。ありがとうございます。Voici la salle de dessin du cours Econ. Je vais demander à quelques-unes des étudiantes en quoi consiste ce cours. Konnichiwa.
こんにちは。今それは何の授業ですか？これはイラストレーション。イラストレーション。イラストレーション。何をしますか？この授業の中に。これは何をするんだろう。とにかく今はあいうえお語順のそれを。50音の自分のイメージしたものを書いてます、うん、先生がこの授業はどういうことをしていますか？していますか？イラストレーション技術の向上とビッグボイスビッグボイスこんにちは。こんにちは。何をやっていますか？下書きを消している作業です。うん。あ、これはアルファベット。あ、日本語のあいうえを全部書いて、これだったら、おっていうのをなんか自分のイメージしたやつに合わせて、うん、一文字ずつ作る作業です。何のためにですか？次は本をするですか？本をするですか？後で。あ、自分ですか？本じゃなくてこれあの。これの話、うん、これは絵本じゃなくて一枚の絵にする作業で、この子みたいにこうやって後で全部引っ付ける感じにして一枚のポスターにする。あ、ポスター。ポスターそっか、イエス。ありがとうございます。こんにちは。はい、こんにちは。上田先生は何の先生ですか？今は2年生の卒業制作の授業と、うん、あと造形をやってる生徒たちをこう教えています。うん、立体の造形物をこう教えています。うん、この授業の中に、我々は、どうするですか？この授業、モデリングの授業、原型は粘土で作ります。粘土で動物とか、人体。人体、うん。あと、まあ、生き物じゃなくても他の立体の造形物を、うん、基本的には粘土で、うん、制作して、それを、型を取って、よくやってるのは、そのポリドリって言って樹脂の、うん、プラスチックですね。うん、それに最終的にして、こう、着色をして、こう、作品を仕上げるっていうようなやり方で。うん、デッサンの授業を2年生になったらやります。それは1年生で描写基礎っていうデッサンがあります。で、描写基礎は一つのものをしっかり描くっていうことですね。で、それをもとに2年生ではデッサンをします。デッサンは一つのものからもっと違うもの、いろんな多様性のあるものを、描く。で、そこには、一つのものではなくて二つ以上になればそこには空間が生まれる。三次元の世界が強くなる。で、テーブルの上にものを三つ以上、2つ3つ以上を置いた。それは、そのモチーフの、その材質であったり質感であったり、ね、そういうものを表現するんですけど、その他にその空間を意図としたデッサンをすると、うん、それに加えてその表現性っていうことを少し考えてほしいと。それは、モチーフを少し自分なりにその構成的に場所によっていろいろこう
不釣り合いなところがあるので、それを自分なりに構成してみる、うん、それで一枚の絵として、生物の一枚の絵として自分で完成させる力を養うっていうことですね、うん、で、それが3時間でできるものと2週間2回に分けてやるものと、分けたのは、例えばその物が大きいもの、大きなもので構成してあるものとか、難しいもので構成してあるものは、6時間かけた。6時間2週間です。で、まあリンゴやバナナや生物やお菓子やなんとかっていう箱っていうのは、うん、まあ、3時間ぐらいで一つまとめる、うん、それでもなかなかその全部はまとまらないかもしれない、うん、で人物なんかだと同じポーズでやりましたよね。でフランスの方はなかなかそこまで長いことはしたことないっていうことで、ね、ちょっと違った授業だったと思いますけど、でも、うん、デッサンでそのクロッキーと違って、クロッキーは描写、速写、早く描く、早く動きを捉える、早く形態を捉えるっていう形でその感覚でやりますけど、デッサンの場合だと中身を捉える、うん、その表面のサラサラっとしたものではなくて、服がこうあるものではなくて、中に形がこう詰まってる、うん、そこまで表現しようとするとしっかり描き込まないとなかなか出てこない、うん、それを自分の感覚として作品の中に生かせるように、掴み取るっていうことが6時間かけて、例えば人物とかから最初にこう木を描いたんですね、うん、外へ木の根っこ、うん、でとにかく描き込めって言って、ね、で大きな木を描こうっていうことで画用紙にこういっぱいこう木の根っこを描いたとかね、そういう仕事、それは2週間かけて、うんうん、そうやって1週間で終わるやつと2週間かけてっていうのは